たら登場したことあるんですけど、 YouTube だったら初めてですね。私の血のつながってるお姉ちゃんです。姉貴。ということで今日はですね、豊洲のなんだっけ、江戸前市場、なんか美味しいご飯屋さんがいっぱいあるみたいですね。すごい、めっちゃいろいろご飯屋さんある。お姉ちゃん脳整形なんですけど。脳整形女。脳整形女。海鮮とかがめっちゃあるんだけど、何食べたい？何でもいけるんだけど、うん、ま、海鮮。海鮮、うん、海鮮、マグロとかある。どっから入るんだろう。で、上にもある。上じゃない？じゃあ上に行ってきます。はい、それでは抹茶、抹茶とソフトバニラのミックスです。やばい、めっちゃ食べてる。落ちたよ。めちゃめちゃ美味しい。最近ね、デジカメを買ったの。だからなんかめっちゃ最近作ってるんだけど、ポケモンな感じは取れるんだよ。じゃん。せーの。で、漏れてる、漏れてる、漏れてる。有効関係がある。でも世界が置いてるんですよ。あ、漏れてる。え、待って、漏れてる。もういいじゃん。絵もこれ多分なんか今日なんかやばい、なんかむくんでる。ここら辺のなんかむくみがすごい美味しい。アイス食べたかった。え、かわいい。ルセラじゃん。ほぼルセラ。なんか海鮮がやっぱりちょっと有名みたいで、やっぱなんか築地行ったことある？築地ない。行きたい、築地。うん、めっちゃ2日売れたことあるの。美味しい、しみるって感じ。私はね、結構なんか割と思い出深いんですよね、近くに住んでたっていうのも。まあ、テネちゃんも遊び来てる。私カメラ目の前にするとめちゃくちゃ喋っちゃうから、すごい。なんか確かに普通にさ、慣れないとさ、喋んないよ。喋んない。確かに。どうしたらいいの？聞こえなければいいよ。似てますか皆さん？あんまり似てないと思う。一時期でしたよ。一時期だから、なんか私のいじり具合による。一時期。なんで完全な愛なの？うん。そう、ツイッターに結膜切開やってよかったんです。手に書いたんですけど、結構いいね。めっちゃ怖い。あの人どうしたらいい？どういう感じになってるの？でもなんかまあ、やっぱでもがっつりされさせなくてよかったな。なんかがっつりとさ、がっつりやってますみたいな感じのタレメが自分的に好みじゃなかったの。調節して自然な感じにされさせてよかった。でもこれぐらいある、うん、ちょっと垢抜けたぐらいだもん。垢抜けた？めっちゃ垢抜けた。嬉しい。すっぴん可愛かったし、うん、写真のやつ。そう、すっぴんが盛れる。ちょっとレベルにする。最近待って友達見つけた。え、本当に電気で、電気で、あのグリルとかシートとか着回しは一切見てないんだけど。見てないらしいです。姉貴。お姉さん好きなタイプじゃないから。うんうんうん、系統違う。系統違う。ですけど、波のやつはマジですね。この前だと、渋谷のメンズ飲み会。あれでもさ、普通なんかさ、なんか今見てるなって LINE 来て、え、どうって言ったら、普通って来た。そう、普通だった。さあ、あれ面白かったな、だっけ。マジック。マジック。お子さんもマジックになるぜ。イエーイ。イエーイ。あんなに仲良くなることないと思うんだけど、昨日許せた感じで。しかもなんかやっぱさ、エッグでツアーとかもめっちゃ行ってるから。そうなんだ。すごい仲良くなるの。最近来てくれるの結構珍しくて嬉しい。でも結構意外となんかエッグとかも見てくれてるよ。昔ちょくちょくは見てるよ。めっちゃ見てる。ももちゃんの YouTube って身内ネタ多くない？うん、
ダメ？でもおもろい、だからねおもろいけど、どっちをあのおーちゃんのこと好きな人たちはさ、わかるのかなと。いや多分やりすぎて分かってきてる。あ、分かってきてるんだ。インスタはキラキラで、YouTube もそのまんまで、とかそのなんか動画で分かりやすい美容情報。で、ツイッターは私最近美容アカメ出してる。あ、待って、やばい、デジタルだ、やばい。美容アカウントになりたいもん。なんかタバコみたいな。あ、朝甘い、甘党派。カメラだから、カメラカメラからスタートする。私も甘いスタート、絶対。昼はガッツリで、うん、もう何これ、この間もうだ、夕方ぐらいにガッツリいっちゃうんですよ。でもね、最近めちゃくちゃ、まあ、それやっぱりお腹空かせて、夕方にがっつりご飯食べたいし、うん、だからそれもさ、自然とさ、16時間出てないけど、なんか、でも胃を休めてから食べると、ご飯もめちゃめちゃ美味しく感じるし、いいよね、結構好き。じゃーん、豚カツ、うん、と、牛すじ煮込み。いただいちゃっていいですか？いただきまーす。うん、硬いよ。これ美味しくない？じゃあマジ昔仲悪かったよね。うん、しっかりめに。なんかマジで年々なんか遊ぶって仲いいよね。うん。最近めちゃ飲み行くし、あれにさ、朝の4時にさ電話する妹やばくない？それぐらい最近なんか飲むよね。めちゃ飲む。なんかやばい、最近撮影とかもそうだけど食べ過ぎて大むくみ、なんか笑いにくいむくむと、なんか笑うなんかむくむとここら辺が水溜まるの。風強すぎてちょっと移動します。やばい、暴食。やばくない？暴食具合。こちらは海鮮丼です。乾杯。緑茶杯です。お酒好きなんだね、ちゃんと。じゃん、いただきます。お寿司大好き、正直レビューしちゃおうかな。何から食べた？はい、マグロが好きなの。マグロ嫌いじゃなかったっけ？やっぱ醤油多めにかけよう。うん、うん、めちゃくちゃ染みる。染みる？うん、箸の巻き方かわいい。めっちゃ言われるんですよ最近。食べる系多すぎてマジで普通にスケ取ってるんですけど、なんかお箸の持ち方めっちゃ最近言われる。キャバクラのさ、ニーウちゃんが、うん、めっちゃ好きなの。強制箸をさ、プレゼントしてくれたみたいな話あるじゃん。あれ結構憧れた。うん、うちも結構言ってくれる、って言われるんだけど、なんか強制箸をおっしゃってプレゼントしてくれるの結構いいなと思った。何食べようかな。でもオープン前からめっちゃ気になってて。連絡したよね、行こう。オープン前絶対混むなと思って、で平日にしてちょっと買ったぐらいの、今日は2月中旬ぐらいなんだけど、それでもこんな混んでて、もう全部並ぶ。もう中国人が多い、めっちゃ。勉強してるの？うん。全然聞き取りできないですね。マジでできない。難しいよね、難しい言語。これも良くないですね。高校の時バカ食べしたのにね。うん、やばいよね、ねね。多分ねねちゃんの高校の時は完全に気持ちを取ってるんじゃないかぐらい食べしたと思う。だってメロンパンのカロリー知らなかった。やばくない？弁当の後にメロンパンみたいな。うん、でも高校生の時なんであんな菓子パン食べるんだろう。わかんない、めっちゃ食べちゃってた。うちもそんなさ、めっちゃさ、大学の時は太ってたけどさ、高校の時太ってなくなかった。なんか硬いじゃん、運動してたから。そうそうそう、なんか確かに菓子パンうち2個ぐらい食べてた。2個ですよ。食べてた。うん、そうだ。ラーメンめっちゃ食べてたから。うんうんうん、ラーメンじゃ、ラーメンだ。でも菓子パン
とかマジで学校の自販機にあったの、うん、だから買っちゃうじゃん、150円も安いし、うん、それ結構罠かもしれない、罠美味しいです、美味しい、やばいです、暴食に、うん、はい、ということでごちそうさまでした、うん、ちょっとほろ酔い、うん、本当美味しかったですね、結構なんか割とでも一番美味しかったのソフトクリーム、そうですね、ナンバーワンは最初食べました、うん、ということで今からまだ遊びたいと思います、はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました、バイバーイ。